じゃあケイトの家はどう？私の家ですか？ホリカちゃん、恋してるでしょ。え、わかった、俺が恋のプロデュースをしてやる。そこ、男女の距離近い。離れて。今日からこの学校に新しい校則ができました。男女の距離近すぎ。お前ら異性と連絡取ってないよな。お前ら何やってんだ。校則違反者を逮捕する。助けてくれ。残念、ここから先へは通しません。邪魔が入った。もともと生徒思いのいい先生だったじゃないですか。恋愛はあなたたち生徒を不幸にしてしまう。ただそれだけです。今この瞬間しか過ごしない。こんな校則に縛られながら過ごすのおかしいよ。荒野行動教えてください。荒野行動？ねえ、そうだよね。じゃないで。大丈夫なわけないじゃん。なんでいきなりあんなこと聞いたの？学校恋愛禁止です。はにゃ、姉ちゃんも司先輩のこと好きなの。シュン様は実際はこんな女なんとも思ってませんよね。いたよお前ら。悪霊退散、悪霊退散、悪霊退散。おい、あいつのお前どんな好きだったか。これはこの学園に向けた私たちの恋愛独立宣言よ。乙女は度胸、乙女は度胸、恋はメンタル、恋はメンタル。これ何の意味が。いいから言うこと聞きなさい。はい、ワンツー。さあ今飛び出そう、一度君の今へ。君の未来、僕の未来、虹色サマー。熱すぎるから